煙突が見える。くる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 、来た来た来た、くる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 、うる、来た、来た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 、ポンパ、来た、ポンパ、ポンパ、来た来た来た、これ連結するだって、レンジが映らない、レンジ、マジで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 、レジーが邪魔だ、レジーが邪魔だ、レジーが邪魔だ、じゃあここに5分ぐらい止まってるって、写真撮影タイム、また来るんだと思って、またどうかね、あ、ここに来るチャンスは2回です。あ、そうなんです。まずこの機関車を引っ張り出して1回目、そして方向転換で2回目、うん、それが終わったら車庫に入ります。ありがとうございます。あれ、早く乗りたくないかな、だって、そうですよね、あそこに石炭が積んで、ここに客車が動くの、トマトのエンジンを切れた中型電気機関車がこの客車を辿って、こちらは SL 整備工場の受付をしております。小学生以上も1人500円です。客車客車を取ってまいります。なんで小学生以上も、あ、なんか旗振っとる、旗振っとる、後ろに黒いのが乗ってるけど、あれが電気機関車、あの電気機関車、昭和24年からずっと走ってる。詳しい、詳しい。でもそろそろ、でも今あそこにいる白い電気機関車に置き換える予定もあるんですけども、すごいか、今あの電気機関車調整中で今でも動いてる。うちのお母さん、そうなんだ。トーマス。